新入院から1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒です。スタートしました。2コースから2番の平田がトップスタートです。1マーケット向かっていきます。1番小野の陰線です。2番の平田が差し込んできまして、3番の深川がまくってきます。5番長島もまくってバックスエッジです。1番の小野がどうやら振り切っていくでしょうか。2番手2手審査です。3番の深川、3番手差がなく2番平田と5番の長島、この2人の競り合い。4番本部が続いてラスト6番安井、スタートは前提正常でした。一緒にまくトップ旋回は1番の小野、2番手3番深川、3番手ですが外をまくっていく5番の長島と内側をこらえる2番の平田、ホームへと戻ってきまして外側から5番の長島がわずかに3番手に立っていくでしょうか。レースは2周回目に入っております。2周回目の1マークトップ旋回は1番の小野聖奈です。2番手3番深川、3番手は内々回る2番平田を外側から5番の長島がサイドを利かせてまくっていきました。ここで 3,4 番手の差がつきまして5番の長島が3番手です。前の体勢は1番3番5番の体勢で2周にマーケットを移っていきます。先頭は1番の小野聖奈、2周にマークをクリアしていきます。2番手が3番の深川真奈美、3番手5番の長島真希と回っていきましてホームへと帰ってきました。1番3番5番の体勢、大時計前通過していきます。レースは最終周回へと入っております。シリーズ3日目、このままいきますと連勝ゴールになります。1番の小野聖奈トップで最終1マーククリアしていきます。3番の深川2番手、3番手5番の長島と回って2、3番手の差が回ったところで少しずつ縮まってきました。最後のバックストレッチ2点審査まで3番手5番の長島が詰めています。その後ろ大きく離れて2番の平田、4番本部、ラスト6番安井で最終ターンマークです。今節3勝目になります。1番小野トップで最終ターンマーククリア。2番手3番深川の内側明治で差し込んでいく5番長島の差し届いてくるかどうか。2番手争いまもなくゴールです。先頭は1番の小野、今ゴールイン。2着争い3番5番5番3番ほとんど同時にゴールイン。2番の平田、4番の本部、ラストが6番の安井ゴールインしております。以上記者選抜戦12レース、なおゴール写真判定を行います。確定まで今しばらくお待ちください。ただいまのゴール確定が出ました。2着は3番、3着は5番、2着は3番、3着は5番でした。なお2、3着の着差は5分の1停止でした。